今回は「ヘミングウェイの武器をさらば」を読んでみました。まあ、これはもうね映画にもなって、えー、有名な映画なんですけど、まあ、ちょっと古いんで時代設定が第一次世界大戦の、まあ、イタリア戦線の、えー、イタリア軍アメリカ人なんですけどもイタリア軍の下で えー、救急隊員っていうんですかね、救急車のドライバーやってる人なんですけど、それが主人公なんですね。アメリカ人が主人公なんですけど、これ実際にヘミングウェイが第一次世界大戦に、実際にそのイタリアでそういう仕事をして負傷したことがあるんですけど、まあ、それに基づいて小説を書いてるわけですけども、まあ、ですから非常にこう実写的っていうんですかね、最初は防空壕みたいなに隠,隠れてる時に、 爆弾が落ちてきて彼は負傷して病院に行って、まあ、そこであの知り合いからこの看護婦、まあ、知り合いの人は外科医なんですけどもその人からこの女性を紹介してもらうとでこの表紙の女性っていうのはイギリス人の看護師さん看護師さんで、えーまあ、あのこの2人が恋に落ちるというこういう話なんですけども。 でまあ、一度この、この人もの、まあ、前線から離れてですね病院で休養してその後治ってまた前線に戻るわけですね。要するに前線の負傷兵を野戦病院に運ぶのが彼の仕事なので、まあ、それで戻ったんですけども戻ってる時きに、まあ、いろんなことが起きるんですけどその時にですねあのちょっと群れ,群れじゃない。 仲間から外れてしまって、えー、彼は一応ランキングは結構上なんですよね注意レベルかなですから結構そのイタリア軍の中でもアメリカ人なんですけどねイタリア軍の中でもランキング上の方なんですけどもどういうわけかそのある時ですねその、まあ、退却が起こってですね多く何人かの 将校が自分の軍を捨てて逃げ出した人がいたんですね。でそれが、あのー、彼の前で何人か捕まった人がどんどん処刑されていくわけですね。まあ、当時は将校が自分の軍を捨てて逃げるっていうのはこれはもう許されない行為なので処罰、えー、に相当するわけですけどもでこの主人公の彼は別に逃げたわけじゃない。あのー 自分の部下を置いていったわけじゃないんですね部。部下は砲撃で亡くなったりする人いるんですけども、それでこれはやばいと思って、こんなことで殺されたら困るということで、川に飛び込んで逃げるわけですけど、で逃げ込んで、この彼女の元の病院のところに逃げていくわけですね。で、逃げていったときにあの、もうここには来れないと、今度捕まった処刑されるかもしれないということで、2人で。 えー、そのイタリアのある病院近くのホテルに滞在してたんですけどももう次の日に逮捕されに来るという、まあ、一応情報を得たので、えー、ボートでですね湖を渡ってイタリアからスイスに逃げていくんですね。で実際にあの逃げるのに成功するわけですけどもで成功した後にですねあのこの彼女が身ごもるわけですけども。 もうスイスへ逃げた後の話がちょっと退屈でしたね。まあ、最後はちょっと劇的というか悲しい終わり方で、まあ、身をもった彼女があの出産し病院に行くんですけども子供は死産で,で彼女も亡くなってしまうというね悲劇的な終わり方をするわけですけどもあの戦争の描写とか情景描写 それはもうね、もうヘミングウェイはもう専門なんで、非常にこう、ビビッドというか、鮮明な描写があったんですけども、まあ、今言ったように、その、スイスに逃げるとこも結構面白いんですけどね、ボートであの逃げていくんですけど、あのホテルの従業員が手配してくれるわけですけど、そこまで良かったんですけどね、そのホテルじゃなくて、スイスに逃げてからが、 ちょっとね、かなり退屈だったのがちょっと残念でしたね。まあ、最後に大きな山場が迎えるんですけども、まあ、それもなんか、それか一つ非常に印象的なのはこれ前、たガために金はなるも読んだんですけど、この2つに共通するのは、たガために金はなればスペイン内乱の話ですけど、内戦の話ですけどね。その時もスペインのアメリカ人の,あの兵士が、 スペインの女の人に恋をする話なんですけど、で今回のこの看護師さん、これイギリス人なんですけどね。またこれアメリカ人がイギリス人に恋をするって話なんですけど、この高ためにはな金はなる、それからこの今の武器をさらばに共通していることは、まあ、ヘミングウェイの女性像っていうのは、女性は男性に尽くすというね。もう必ずそのタイプなんですね。だからまあ簡単に言うと、あなたのためなら何でもする。 まあ、実際そういう描写もあるんですけどもそれがちょっと読んでて今,今受けしないなという感じがしましたね。非常にこのヘミングウェイというか当時の、まあ、1920年代の、まあ、女性像っていうのはそういうもんなんだろうというふうに考えられますけども、まあ、今から見るとちょっとねどうかなという時もあるかもしれませんけどね。 まああのー、いずれにしても、まあ、ちょっとこのヘミングウェイとかね、読んでますけど、特に別に好きというわけじゃなくて、うんまあ、たまたま家にあるので、家にある方で全部読んでしまうということで読んでるだけなんですけども、まあ、これは、まあ、非常に有名な、あのー、小説なので、やっぱり読もうかなと思いました。ということで、次回はまた、えーえー、ノンフィクションを読みます。